ますね。ブラックパーカー軍団、彼らにとってはもうまっすぐ飛んでるのとね、あんま変わんないのかもしれないですね。もうそこまでいくとブラックパーカーと呼ぼう。さあトリプルのスキーヤー3人がネッツゴーンと見せるのか。さあクールな表情で岡慶次郎がザックを背負ったままに出てきました。脱力系よし、シュレイクを知っていくのセブンティーセブンティーセブンティーってくるか。藤井健と野口春人の2人、さあ来た、バックフリップでかい、あーでかい、こちらもバックフリップ、360、ラッジャーも360、バックフリップでかい、でかいか、最後はスノーボードを締めた、角優勢バックフリップ、彼もバックフリップ何発、ジャンプ数ダントツナンバーワンの若干小学5年生。さあ今ドロップインしてきた、バックサイドの5年11回、この後半にしっかりと立て直してきました。何やら3人で飛んでくるようです。浜田海人、大橋陸斗、そして岡慶次郎の3人組。さあやってきた、まずはフロントサイドのセブンスレッジダブルフロントリップ、とカッパンバスキーヤーの滋賀県からやってきた藤井健、藤井健がスタンバイ、さあでかい、おおでかい、でかいカッパン、藤井それは行ってみましょう、スーパークイズたちによるファイナルチェックフォーメーション、レディーゴー。さあ来たー、続々とセブン、そしてこちらもセブン、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 こちらもセブン、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 さあまずは新成人コンビから、でかいスタイルの出たエアスプライト、そしてフロントフリップ、ボンソミズキ720、そしてダブルトン20、決まった、決まった、決まった、ラスト締めてきた、素晴らしいジャンプ、こちらのジャンプ大胆にも拍手、最後にバス、古平町からやってきた小学6年渡辺陸斗、地元札幌出身浜田海人、三重県から来た相澤亮、滋賀県からやってきた藤井健、山形県からやってきた佐藤博美、三重県からやってきた樋口英吾、以上6名、バッキバキのやつらの6連発、ギャラリーの皆さんの準備はいいですか、ダイヤの方の準備もいいか、オッケーオッケーオッケー、札幌一番暑い夜にしてみようぜ、それでは行ってみよう、ラミーゴー、さあ来るぞ来るぞ、ダブルバックフリップ、そしてこのセブンテイキ、ダブルトース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 テイキ、もういろんな風に混ざってるんですよね、9点越えからもう回転からね、まあ、全てのあのスキー、スノーボードの魅力がたくさん詰まってた、そんなスーパーファイナルセッションだったと思います。
本日最終日、はい、もうファイナルということでね、この後皆さんね、帰りも気をつけて、この札幌のこの達也の思いを胸に、またね、続く冬を乗り越えていきたいと思います。白い恋人パークエアスーパーファイナルセッション、これにて終了となります。アレックス来てもらいました。アレックスありがとうございます。ありがとうございました。西3丁目 HTB パークエア広場にお越しの皆様にお知らせです。ただいまのファイナルスーパーセッションをもちまして、白い恋人パークエア2018全てのプログラムが終了いたしました。連日の厳しい寒さの中、多くの方々にご来場いただきまして誠にありがとうございました。また雪山や吹雪で見通しが悪くなる可能性があります。周りによく注意しながら札幌雪まつりを楽しみましょう。以上、中央警察署と大通高校メディア局からのお願いでした。お願いです。道路はとても滑りやすくなっており、車も人も急には止まれません。道路を渡る際は周りによく注意しましょう。またスマートフォン、携帯電話等の電子機器を操作しながら歩くながらスマホは大変危険ですのでやめましょう。以上、中央警察署と大通高校メディア局からのお願いでした。